クスダエ子コは、日本のフリーアナウンサー、タレント、司会者、エッセイスト、翻訳家、サイエンスライター、元日本テレビアナウンサー、身長170センチメートル、三重県伊勢市出身、三重県立伊勢高等学校、東京理科大学理学部第一部応用科学科卒業後、1974年、日本テレビにアナウンサーとして入社、同期には、松永文夫と、 小池由美子がいる。1981年秋に退社、フリーアナウンサー、エッセイストに転身。なるほど。ザワールド、世界丸見え。テレビ特捜部などの海外情報系番組を多く担当した。日本テレビ、金曜娯楽館と富士テレビの年末大型イベント、FNS 歌謡祭においては、吉村マリの公認として抜擢された。科学エッセイなどでも、 クスダならではの持ち味を発揮し、トゥーガル・ディクソン著、新恐竜などの翻訳を手掛けるなど、幅広いメディアで活動する。消しゴムのコレクションが趣味であり、実用性を問わず、国内外から、ありと、あらゆる形状の消しゴムを収集している。チョコレート好きとしても知られ、カカオ分を多く含んだチョコレートを常に、ストック、携帯している。2004年に、著書、 チョコレートダイエットを発表したことが縁で、2006年3月から2007年10月、ゴロまで明治聖火チョコレート効果の CM に出演した。ナスカの地上への保護運動に熱心であることでも知られ、マリア・ライヒエを現地に何度か訪ね、日本マリア・ライヒエ基金の代表を務める。1988年、ドイツのバレエダンサーで、振付師のピナバウシュの舞台を、初めて見て以来、その熱烈な、 おっかけファンとなり、本人と信仰も持った。2003年には、ピナバウシ中毒という著書も上司している。デビュー当初から1991年頃までは、高い身長とおかっぱ頭の髪型がトレードマークであったが、1992年頃から徐々に帽子をかぶったり他の髪型にすることも増えていき、2000年頃からおかっぱ頭の髪型には全くしなくなった。なお、 このおかっぱの髪はカツラであり、地毛はパーマのかかったかなり短めのショートヘアーである。2009年、1990年の番組開始から19年間司会を務めた世界丸見え、テレビ特捜部を交板、番組プロデューサーに若返りを図りたいと言われたことが交板理由であることを自身のブログで明かした。司会者として司会者以外、ありがとうございます。